イータカリーナ星雲はいくつかの三回星団に囲まれた大きく明るい星雲である。龍骨座イータ星と HD93129A 万という銀河系で最大級の重さと高度を持つ構成の2つがこの星雲の中にある。地球からは6500光年から1万光年離れていると推定されている。イタカリーナ星雲は龍骨座の中に見え、 いて、竜骨腕の中に位置する。この星雲には、いくつかの大型星が含まれる。空に見える、三光星雲としては最も大きいものの一つである。有名なオリオン星雲よりも4倍も大きく明るいが、南半球の高緯度地方でしか見られないため、それほど知られていない、北半球の北緯13度からも前景が撮影可能。南半球から主に見る星雲としては有名な、星雲。 1751年から1752年に希望峰でニコラルイドラカーユによって発見された。大きな明るい星雲の中、流骨材在タ星のすぐ周囲により小さな星雲があり、人形星雲として知られている。これは1841年に流骨材在タ星が大きな疑似的超新星爆発を起こしてできたものだと考えられている。これにより流骨在板星は 一時的に前天で2番目に明るい恒星となった。イータカリーナ星雲、天文台オルム、ウルグアイのモンテビデオから撮影した画像。ハップル宇宙望遠鏡が撮影した、流骨座イータ星流骨座イータ星は非常に大きな高度を持つ極超巨星である。その質量は太陽質量の100倍から150倍、高度は太陽の400万倍と推定されている。 この天体は現在詳細が調査された構成の中で最も大きな質量を持つ。より高度が大きくより重いと思われる構成もいくつか知られているが、そのデータはまだ確実なものではない。太陽の80倍以上の質量を持つ構成は太陽の100万倍以上の光を発する。そのような構成は銀河系程度の規模の銀河の中でも数十個と非常に少ない。 エディントン限界に近づいており、すなわち、外側への放射圧が内側への重力とほぼ同じ強さになっている。太陽質量の120倍を超えると、理論的にはエディントン限界を超え、その重力が高性のガスを引き留めておくことができなくなり、近い将来に超新星か極超新星となる。流骨材イタがイタカリな成分に及ぼす効果は直接観測する。 ことが可能である。上手の暗いボックグロビュールや、その他の天体は、重い恒星の型から尾を引いているように見える。星雲全体の形も、1840年代の大爆発以前とは明らかに変わっている。流骨材多星の周りはゴミに囲まれ、紫外線の量は劇的に減っている。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した鍵穴星雲。左上の小さな星雲は、 神の指と呼ばれている。イータカリーナ星雲の一部は鍵穴星雲として知られている。この名前は19世紀にジョン・ハーシェルによって付けられた。鍵穴星雲は冷たいゴミから構成される分子雲であり、明るく厚いフィラメント、蛍光を発するガストも含まれ、より明るい星雲を背景に浮かび上がっている。鍵穴部分の直径は約7光年である。ミスティックマウンテン。 ミスティックマウンテンは、ハップル宇宙望遠鏡の20周年の記念として、2010年2月1日から2日に、撮影された画像であり、イータカリーナ成分の中に、中上のゴミとガスが映っている。柱の高さは参考年になり、柱の中にある原子構成は、ガスのジェットを発し、その流れが頂にまで昇っている。ラテン語では、 イータ・カーリーナエであり、言語により忠実に読むと、エータ・カリーナへ。英語では、イータ・カリーニーとなるが、日本語ではカリーナを、俗格、カーリーナエにしない、イータ・カリーナという通称が広まっている。ABCDE、シンバド・アストロノミカルデータベース。リザルツ4 t s for NGC 3372、2016年9月20日、閲覧。ABC、 オブジェクトデータ NGC3372 リザルツ 4NGC3372 2008年4月25日閲覧沼沢茂げ脇屋七代、星座の辞点な目め者2007年 ISBN 978から4から816343643 160年前に起こった星の臨死体験アストローハーツ2015年2月3日閲覧 エータカリーナ成分の光と影アストローハーツハット HST ハップル宇宙望遠鏡のすべて成分同、進行者71ページ。ISBN 978から44億1611万5466。ありがとうございます。